今回解説するのは、アメリカ空母、プリンストン、です。艦名は、アメリカ独立戦争における、プリンストンの戦い、にちなみ、その名を持つ艦としては4隻目になります。この空母は、日本軍の、艦上爆撃機、水星、の一撃で沈んだことで有名です。プリンストンはもともと、1941年6月2日にクリーブランド級軽巡洋艦、タラハシー、として寄港。ですが、やっぱ時代的に空母必要やなぁ、言うて、航空母艦に改造されます。そんなこんなで、1943年2月に空母として就役。初陣は、北太平洋のベーカー島攻撃。ベーカー島攻撃では、島の占領及び、飛行場建設への航空援護を行いました。その間にプリンストン艦載機が、日本軍の錦飛行艇を撃墜。錦飛行艇が撮影していた写真を入手しています。1943年11月1日に、空母サラトガ、と共に上陸部隊援のため、ブカ島とブーゲンビル島の日本軍飛行場を空襲。同時に、水上部隊はブカ島及びショートランド諸島を砲撃。これらの攻撃で日本軍を振り回し、その隙間をついて上陸に成功。そして、上陸を妨害しようとした日本艦隊を、ブーゲンビル島沖海戦で、撃退。海戦後にアメリカ偵察機が、新手の日本艦隊の接近、を報じてきました。プリンストンとサラトガは、これら新手の日本艦隊を、ブーゲンビル島に近づけさせないよう、ラバウルを空襲。この大規模な空襲を受けた日本艦隊は、撤退しました。1944年6月の、マリアナ沖海戦、にも参加。プリンストン艦載機が日本軍機30機を撃墜、また自身の艦載砲で3機を撃墜。このマリアナ沖海戦で、日本空母、大砲、昇格、は撃沈されたのですが、海戦直後では、アメリカ側には確認されていませんでした。そのため、追撃が手ぬるく、日本艦隊の主力を取り逃した、として、第5艦隊司令長官、レイモンド、スプルーアンス大将、への批判が相次ぎました。その批判の影響が、後のレイテ沖海戦において、ウィリアム・ハルゼイ大将が、小沢寺三郎中将の機動部隊のおとりに引っかかり、おとりへの攻撃に全力を向けてしまう原因になった、とも言われています。1944年10月20日、フィリピンのレイテ島上陸作戦が始まります。プリンストンは第 38.3 任務軍の一部として、ルソン島沖を巡航。艦艇に対する日本軍の攻撃を防ぐため、艦載機での地上攻撃に加わりました。しかし、24日朝に日本軍部隊がアメリカ艦隊を発見し、基地の航空攻撃隊を発進させます。攻撃隊のうち1機の、艦上爆撃機、水星、が、第 38.3 任務軍の上空に到達。9時30分頃、雲間を抜け急降下し、450メートル上空で爆弾を投下。任務軍にとっては、完全な奇襲でした。この水星は、爆弾投下直後に撃墜されたものの、投下された一発の爆弾が、船体中央に命中。鉄鋼弾だったので、飛行甲板と格納庫を貫通し、調理室で爆発。爆弾そのものによる損傷は軽く、当初の艦内放送も、状況を楽観的に伝えています。しかし、ちょうど格納庫には、魚雷を装備し、燃料を満載した、6機の雷撃機が待機中であり、命中した爆弾は、そのうちの1機と、ガソリンパイプを破壊していました。これにより発生した火災が、艦載機やガソリンの炎症、誘爆を引き起こして急速に広がりました。9時53分には、格納庫全体が炎上。格納庫の消火設備を制御する電気回路が破壊されたため、スプリンクラーなどの消火装置が機能しなかった、という説もあります。被弾から約10分後、プリンストンは艦隊から脱落し始めます。10時2分から20分の間に、格納庫で一連の激しい爆発が発生。魚雷の誘爆が原因とされ、これにより飛行甲板と、前後のエレベーターが破壊されます。機関室の人員は避難せざるを得ず、プリンストンは推進力を失って、停止。消火放水の水圧も失われ、自力での消火活動が不可能となりました。
プリンストンが被害を受けている間、軽巡洋艦、バーミングハム、リノ、や、駆逐艦、モリソン、アーウィン、が隣接して、乗員の救助と消火作業に努めていました。日本機のさらなる攻撃を防ぐため、対空支援も行っていました。13時30分頃までに、火災をほぼ制御下に置くことに成功。残るは魚雷庫及び、エレベーター付近の火災だけとなりました。しかし、日本軍の潜水艦及び、航空機の目撃情報があったため、救援活動中の艦は、一時退避を余儀なくされます。これは誤報だと判明しますが、その間に火災は勢いを取り戻してしまいます。15時23分頃、ついに火災は魚雷庫の内部に達しました。格納されていた400発にも及ぶ、約 45kg 爆弾も誘爆。この大爆発は、ちょうどプリンストンに隣接して、消火活動中であった艦艇をも巻き込み、損害をもたらしました。軽巡洋艦バーミングハム、をはじめ、周辺にいた救援艦艇にも爆風や破片が飛びます。この被害により、プリンストン所属の第 38.3 任務軍は、立ち往生し、発見された、栗田武雄、中将、の中央艦隊攻撃や索敵に支障が出ました。大爆発により、プリンストンの状況はさらに深刻化。艦尾部分は爆発により消失していたが、それでも目立った傾斜などはありませんでした。駆逐艦アーウィン、も誘爆で損傷していましたが、プリンストンに接近してボートを下ろし、646名の乗員を救助。その後もプリンストンを救援する努力は継続されましたが、火災が夜間攻撃の目標となることを懸念したミッチャー中将の進言により、16時4分に艦の放棄が決定。残っていた乗員が全て救助されたことが確認された後、17時6分に駆逐艦アーウィンが雷撃を開始。しかし、アーウィンの魚雷管制装置がダメージを受けていたため、6本の魚雷を発射したものの、1本が船首部に命中しただけでした。そのため、さらに5インチ砲弾も撃ち込まれます。17時46分、軽巡洋艦リノがアーウィンと交代し、2本の魚雷を発射したところ、全部ガソリンタンクと弾薬庫に命中し、17時49分に巨大な爆発が発生。残骸が飛散し、火炎が600メートルの高さまで上昇。艦前方部分は消滅し、1分足らずでプリンストン艦営は消失しました。プリンストンの乗員1361名が救助されましたが、士官10名と兵員9名名が戦死。救援に当たった艦艇も大損害を被りました。軽巡洋艦バーミングハムでは、死者233名、上部構造物が大破。さらに駆逐艦モリソン、アーウィンや、軽巡洋艦リノも損傷しました。結果として、この時の彗星は、たったの1機が、1発の爆弾で敵空母1隻を撃沈し、1隻を大破。さらに3隻を損傷させたことになるぜ。この彗星は、直後に撃墜されているが、アメリカ軍の記録に、恐るべき熟練度、悪魔のごとき敏捷性、と書き記された、操縦士の名は分かっていない。お次は、そんな空母プリンストン撃沈の原因を解説してみるぜ。第一に、格納庫での誘爆、炎症が挙げられる。当時、命中した爆弾による損害は軽く、消火システムも十分に整えられていた。しかし、格納庫の艦載機に搭載された燃料や、弾薬による誘爆、炎症が、想定外の連鎖的破壊をもたらし、10時過ぎの爆発につながってしまった。第二に、敵潜水艦などの誤報、により、両艦による救援活動が、中断したことも状況悪化の原因として挙げられる。第3は、魚雷庫に格納されていた爆弾の誘爆。これは艦を放棄する直接の原因となった。魚雷庫は爆弾の格納場所としては、十分な安全性がなく、予定外の使用がなされていた。また、大爆発の後でさえ、艦は浮力を失わなかったが、巻き込まれた救援艦の損傷や、作戦行動への支障、敵の目印となる危険といった状況が影響し、プリンストンへの救援活動は一層困難なものとなった。つまり、格納庫の艦載機、弾薬の誘爆や、魚雷庫の爆弾の誘爆。
潜水艦の誤報と、救援艦への巻き添え被害などにより、プリンストンの救助が遅れた。といった理由で、沈んでしまったというわけだな。さて、今回はアメリカ空母プリンストンを解説したが、その他に取り上げてほしい、空母、があれば、リクエストをお願いします。この空母のこれがすごい、好き、ここが魅力的だー、といったコメントもしてもらえると助かるぜ。それからサブチャンネルの方では、F-35 と愉快な兵器たちのネタ動画を投稿しているから、下の説明文から、そっちもよろしくだぜ。